JR 四国はきょうの会見で駅ビル高松オルネの開業日が来年3月22日だと発表しました4階建ての商業棟の2階にはミスタードーナツやバーガーキングといった人気ファストフード店が出店することも明らかにしました他にも500円以下の生活雑貨を揃えた無印良品500やインテリア雑貨のニトリデコホームも入ります4階の屋上広場には アンパンマンたちと記念撮影ができるロングベンチを設ける予定ですまた JR 四国は出店を見込むおよそ50店のうち1割ほどについてはまだ契約が完了しておらず交渉中であると明らかにしました明るく迎えたいんで埋め,埋めるという意気込みで行きたいと周辺も含めてですねにぎわいのあ煽れる人がいっぱい集う駅ビルにしたいというふうに考えています